はい、ゆるゆる日和です。Q テンとシーンでお買い物をしましたので紹介します。まずシーンでこちらシーンとハリーポッターのコラボで、こちらのマグカップの蓋があると便利ですよね。飲みかけで置いとくとホコリが入っちゃうかもなんて心配の時は、マグカップの蓋をこうコップの上に置いといたらいいものです。こちら可愛いなと思って購入しました。そしてこちらハリーポッターとシーンのコラボでメイク、ハリーポッターのメイクフルセットですねを購入しました。はい、こちらのものです。発泡スチロールで頑丈に梱包されてました。ではオープン。箱の中がこんな感じです。中にもデザインがありますね。そして箱の中身がこんな感じになってます。まずこちらが、こういうマジックテープで留めるようになっているレター封筒。で、はい、こちらがマグネットでこう使って開け閉めできる、すごいですね。包装紙も綺麗な包装紙で、破れた。こちらはアイシャドウですね。アイシャドウのセットになります。こんな感じのものですね。このセットのものが何回か売り切れになってたんですけど、もう買えないのかなと思ってたら買えたので、速攻ポチッとしてしまいました。こちらがリップだったかな。で、こちらも確かグロスかなんかで、で、この紐を引っ張ると内側に本の形にみたいに見せかけたグロスですね。こういう感じのものです。あれですね、なんかコラボのはハリーポッター以外にもいくつかあったんですけど、こうハリーポッターコラボのコスメが一番人気ですね。はい、そしてこちらがブラシですね。こんなブラシになります。素敵ですね。素敵なものがたくさん入ってます。こちらハリーポッターのコスメのものセットのものは、今日の夕方だったかな、覗いた時に残り9個って書かれてたので、まだあるかな、どうかな、確認してないので分かんないですけど、で、あとはグロスだけとかレターだけみたいなのも書いたりするので、興味がある方は覗かれてみてはいかがでしょうか。で、そして次、Q テンで購入したもので、今ちょっと美白に目覚めてるんですけど、
美白、私の中でマイブームが来てるんですけど、こちらの美白クリームとトナーになります。おまけでクリームですね、くれてますね。で、あとはなんていうものかな、ここの公式で買った福袋になるんですけど、こういう感じので固定のセットのと自分で選んだものがついてくるよっていうものがものだったんですけど、自分で選べるものは美白、こちらも美白に関するものですね、を選びました。なんかいろいろこうありましたね、種類が。またどこかに写真を貼っときます。そして最近お洋服とかもいっぱい買っちゃってるので、もう収納場所がいっぱいになってきたので、ちょっと整理整頓をしてるんですけど、こちら収納のものですね。はい、こちら周りに金具があって、前側をチャックでこう開けたらパカッて開いて出し入れができるような収納の、中身が見える収納ですね、と買ってみました。あ、お洋服とか、まあ雑貨とか好きなのでついつい買ってしまって物がいっぱいになっちゃうんですけど、まあ、いっぱいになったら、収納場所とかもどうしようってなっちゃうんで、まあ、定期的にこのクローゼットの中の、クローゼットというか、収納の見直しはしてて、今、断捨離もしてるので、まあ、ちょこちょこ、アプリ、フリマアプリで売れたもの紹介とかも動画でしてるんですけど、そちらで見てわかる通り出品もしてるので、どこかで見かけたらご縁があればよろしくお願いします。では購入品紹介でした。今からでも間に合うかな、美白目指すぞ。